ちは、じゅんです。今日はですね、初登場、飯塚千恵さんです。よろしくお願いします。今回はですね、現場でゴルフ場でレッスンを千恵さんにしてもらうという企画でございます。お願いします。じゃ次はですね、バカのレッスンしていきたいと思います。お願いします。お願いします。じゃあ、じゅんさんの58度での、はい、爆発でのバンカーショット何ヤードまで行ってます？えこれ知ってるのと知らないのとコースマネジメント変わってくる。爆発だと、はい、50はいかないか、40ぐらい行くんじゃないですかね。なるほど、いかないか。じゃあだってこれで、はい、20ヤードぐらいですかね。そうですね、20、はい、20。倍ぐらいは飛ぶ気がします。なるほど。ってことは今曖昧ってことですよね。曖昧です、はい、これですね80代から70代に突入する、はい、じゅんさんじゃないですか、はい、大事なのは、はい、爆発で何ヤードまで飛ばせるかって知らないと、はい、40ヤードの時とか50ヤードの時に、はい、選択肢が変わってくると暗くなる、はい、なるほど。なのでじゃあ今日は、はい、じゅんさんの58度の、はい、爆発マックス距離調べましょう。はい、すごい初めてなんとなく言ってますね、いつも。そうですよね、こんな感じかな。確かに、確かに。その感覚も大事なんですけども、はい、明確に爆発で何ヤード飛ばせるかっていうのを知らないと、うんうん、例えばでしょ、はい、じゅんさんが30ヤードしか爆発で飛ばないはずなのに40ヤードありました、はい、その時に何が起きるかというと、ドロップするんですよ。あ、はい、じゃあ端っこから行きましょうか。そうですね、爆発で、まず結構開いたり、はい、閉じたりいろんなことしちゃうんであれですけど、ま、スクエアで、いや自分が爆発でマックス飛ばせると思う角度で。わかりました、はい、いやこれで思いっきり、30ヤードですね。結構今のいい当たりですよね。そうですね。であれ以上飛ばそうとするとトップしちゃう。うん、確かに、あれ以上は無理。はい、ジュンさんのバンカーでの爆発はキャリーで30ヤード。あ、キャリーで30、はい、はい、ってことは40ヤードの時どうします？まあクラブ変えます。そうですよね、はい、52度、52度にします。っていうジャッジが今日確かに生まれるんですよ。その感覚なかったですね。もう58度でいいやみたいな。そうなんですよ、これがちょっともったいない。なるほど、はい、なるほどね。これ何もないところだとさ結構飛ぶじゃん、58度でも、はい、そうだから加減でこう40でも30でもいくかって思ったけど、うん、確かにそうだよね。その考えは知ってるとそれ以上飛ばす外だと絶対ミスするよね、うん、なるほどね。なので女性の方はまず脱出することが、ね、大前提なので、はいはい、今まではそれでもいいと思うんですけども、うん、まあ、70代目指すのでコンサート目指すのであれば、はい、まあ、マックスの距離を知ってそこからクラブを変えていく。なるほど、丁寧にね、はい、やっていきましょう。はい、わかりました。ここで追加一つ、追加一つ、はい、お願いします楽しみ、はい、楽しいな、ちゆさんのレッスン終われないみたいな、早く帰れないみたいなちゆさん帰れない、焼けちゃうみたいな。焼けちゃう、もう生徒が後ろにしちゃって今もう大丈夫大丈夫なんかもう先生と生徒って感じ。そうですよねはい、返してもらえたら一つ、はい、ちょっとね、はい、サブで5割系のバンカー、はい、女性って結構ヘッドスピードがないので、はい、ふんわり系のスピン系が難しくて、うんうんうん、それをちょっと今日やってみたいと思うんですけど、はい、ジュンさんの中に何かあります？開く。おー、いいですね。開く。そして、またそして左に振っていくあ、すごい、大まか合ってます。大まか合ってますかそんな感じですか。はい、じゃあちょっとやってみましょうか。はい、どうぞ。あ、ふんわりなんでちょっと深く行きましょう。これだと結構止めなきゃいけないじゃないですか。そうですね、はい、じゃあこんぐらい、こんぐらい開けますね。はい、こんぐらいです。はい、じゃあこんじゃいますよね。こみましたね。てかそもそも硬いんですよ思ったよりちょっと強かった。でももっとふわっとってことですよね。そうです、そうです、クッキーですよね、あれは。はい、ちょっと私引き出してみます。あ、お願いします。ゆめちゃん、ごめんなさい、何球なるかわかんないけどやってもいいですか。
はい。はい。ああ。苦手なやつ。飛んじゃうけど、ピピって止まる。止まった。苦手なやつです。私が。これやりたいですよね。やりたいんだけど、苦手なんですよね。これやりましょう。これね、私苦手なんですよ。ちょっと映してもらっていいですか？私喋ってんです。どこ映ってんの？熱中症だった。これね、これ苦手なんですよ。これ女性苦手なんだよね。変えないんですよ、私手が。あ、返さない。間違えました。返すやつじゃないの？そう、なんか最初もフェース開いてなかった感じがした。そう、フェース開いてなかったですね。フェース開いてなかったですよね、最初。そうなんですよ。フェース開いちゃうと下が硬いんで入ってかないんですよ。あ、負けちゃうってこと。そうです、そうです。じゃあポイント1いきます。ポイント1、ゆうさん今手返せないって言ってますよね。言いました。こう固めないというか、こういう感じ。それがいいんですよ、ふんわり系は。あ、そうなんですね。返しちゃうと、これって飛ぶ要素になっちゃうんで、はい、バーンって前行っちゃうんですよ、うん、ボールとして、はい、なので、しゅんさんのその返さない方向で行ってほしいんですけど、はい、でも最初フェース開いてるじゃないですか。開いてますね。で、動きの中でやや開く、はい、あ、やや開いたもの、またみたいな。いいコメントありがとうございます。あ、なんか悔しい。俺分かっちゃったよ。はい、やめなさいってずっと言われてることをまたやってる。ここでもそうなんですよ。開いちゃうとね、開いちゃって深く入るんですよ。あー、なんで深く入ると思います？え、もうこうしてるからこうなるんですよね。そうです。リジンゲッチから入っちゃうんで、深く入ってピン引かない、はい、なるほど、はい、やってみましょうか。はい。え、たまに止まるやつどうやって打ってるんですか？私で、わかります。できちゃうときはありますよね、はい。それをできちゃうじゃなくてやるにしましょう。そうですね。すごい。いい。楽しい。お願いします。はい。どうやって打ったらできるんですか？じゃあ、まずは、段階をやるんで、はい、まず1球目は、フェース開いても取ってもいいです。ジュンさんがやりやすいフェースの向きにしてください。はい。こんぐらい。OK です。で、その中で、開いた以上に、動きの中で開かない。うん、怖い。そうです、そうです。で、今までは多分こっちの方が気持ちいいですよね。はい、開かないと難しいですよね。はい、はい、じゃあ、当たんなくても出なくてもいいので一回やってみましょう。はい、怖なるほど。ちょっと硬いですね、女性には。いや、まあまあ、力入れます、頑張って。ひねっちゃって硬いんですよ。硬いですね。はい。でポイントは、はい、ポイントは、はい、ここからスケアな状態保ちますよね。はい、スケアな状態保ったら体の回転を増してフェースをオープンにしていきます。ごめんなさい、大丈夫です。こう、そうです。はい、大げさに言うと閉じて開く。閉じて開く。そうです、そうです。手先でやっちゃうとシャンクになっちゃうんで、はい、体の使い方ですね。へー、手先でやっちゃうとこうずれちゃうんで。なるほど、はい、わー、これできたらめっちゃかっこいいやつじゃん。そうなんですよ。なのでちょっとしゅんさんの右の角度をちょっとそれも一緒に浅いので、まだ向いてます。はい、1メートル左向いたんです。そうです。こっから閉じて思いっきり体で開く。そうです。ごめんなさい、ちょっと硬いっすね。硬いのか。山ちゃん見ててどうですか、これ厳しいですか？でもなんかやろうとしてることは分かんなくもない振りだったり。もう一回やりたい。これはね、覚えた方がいいと思う。で、今振り遅れちゃってるんですよ。あ、手が。なるほどなるほど、はい、もっと手もね。そうです。ふわふわにしていただいて。ありがとうございます。行きますよ、先生。肩をもう少し置く、うん、で、バンカーはハンドファーストにあんまりしない。で、そうするとボールが足の右側に入っちゃうので、はい、入れます。真ん中に。そうです、そうです、そうです。OK。閉じて、いきます。はい。手が、やばい。
いやーこれでも結構慎重ですね。体幹使いますよね。はい、これ結構むずいなあ。でも初めてこういうなんて理論というか、こうやってこう高く上げて止めるってやってるんだな。私も完全に開いてアウトサイドインみたいな感じでバスって打ってたから、なんかイメージと全然違いましたね。止まる、止まるんですね。すごい、これも練習しないとできないですね。一発できましたよね。できましたね。でもこれ本番でいきなり使えって言ったら練習しないと怖いですね。はい、怖いですね。でもちょっとやっちゃうタイプなんで、結構やりますけど。これはすごい。できたら、マジで。かっこいい。ちょっと一やりますね。はい。さっきちょっと飛んじゃったんだ。いやでも、シーさん、やっぱ力やばいっすね。ちょっとね、肉離れ中だから踏ん張れないんで、飛んじゃうんですよ。なるほどね。結構お腹使うな。そうなんですよ、腹筋すごい使うんで。すごっ、うまっ。はい、すごい、あうまっ。でもややジュンさんの方がスピン効いてますね。あの今深く入っちゃったんで。あ、でも私 山盛りにしてもらったから。あ、すげえ、すまそう、そんなことない、そんなことないですか。今深く入りました、やっぱ痛くてね、足がね。そうなんです。なので、いっぱい練習してほしいです。当時で気がつく。当時で気がつく。手先でやらないで。これもまあ、女性にはあんまりやらないです。そうですよね。うわでも、まあ、男性もかなり見てるので、あインゴルフは。そうですね。もう多分これみんなやりたくなっちゃってる。これは、ケマちゃんももうやりたいです。やりたい。やる？やらせないけどね。帰れなくなっちゃうから。はい、ということで、はい、皆さんもあのふわっと、まあ、まずはバンカーでどれぐらい飛ぶかって、58度で何ヤード飛ぶかっていうのをあの確認していただいて、その後上級者の方は閉じて開くバンカーショットをぜひやってみてください。はい、またすごいな。これ30ヤード飛ぶって分かるじゃないですか。はい、20ヤードだったらどうするんですか。20ヤードだったらいろいろあるんですけど、飛ばない要素を入れていくんですけども。飛ばない要素、はい、芯外す。かわいい回答が。あの振り幅だったりとか、ハンドファーストにすればするほど飛ぶじゃないですか。うん、なのでハンドレートにして飛ばなくしたりとか、うーん、いろいろあるんですけども、何が得意かですね。あ、でもそれもやっぱりこの時は20ヤードって把握をしないと難しいよね。そうだよね。私の場合はその私も30ヤードなんですよ。爆発でマックスが、おお、ごめんなさい、30ヤードなんですけど、はい、私の場合は振り幅でやってて、その半分にすると20ヤードです。ああ、でもやっぱ知ってるんだ、ちゃんと。ごめん、あ、全然違うね。そうなんですよ。そうしてあげると緩まないで振り切れるんで、でバンカーの、あの一番大事にしたいポイントとしては振り切ること、緩みが一番大きなミスになるんで、ダフリもトップも出ちゃうんで。そうそうそう。だから女の子たちはもう振り幅だけでもいいと思います。ハンドレートにしてとか難しいじゃないですか。うんうんうん、だったらもうジュンさんはフルスイングで爆発で30ヤード、そしたら今度腰から腰までで20ヤードとか振ってあげるといいですよね。うんうんうん、そうですね。打ち方一緒で。はい。まあ、それちょっとこれから閉じて開くしていきます。これできると。やばい、うん、ゴルフ楽しくなるの。確かに、うん、かっこいい、かっこいいよね、かっこいい。やっぱ全然違う、砂の飛び方とかでも全然違う、うん、確かに。必ず左向いて、いやー、惜しい。でも普通の女性としてはすごくいいんだけど、やっぱ硬いなってことはですよ、ジュンさん開くのやめましょうか。私もクリアだったの分かります。はいはい、あ、開いてるか。そうそう、クリアに構えてあげて、今ピンより左目にこう構えますよね。インパクト開けばいいだけなんで、はい、まっ、おー、すげえ、これやばい、やばい。負けなかったんだ。え、負けなかったんだね。違う、なんかアドレス、アドレスアドレスです。
これすごいな。やばかったですね今。やばかった。すげえ。これやばい。やばい。すごい。全然スクエアでいいんだ。硬い時は。で高級なゴルフ場でフォアハンド時は誘っちゃうんで逆に。高級の。そうです。なのでフォアハンド時は開いた。今までの。だけど動きの中で開かない。はい。すげえ。わ。いいねこれ。うん、今のなんかもうやってんねって感じだった。やってる感じした。やってる感じした。うわやばかったですね。こいつやってんなっていう感じだった。ふんわり女子、ふんわり女子で、うん、これから始まっちゃっていきます。いやでもえぐいよ今のは。そんな、ね、そんな感じじゃないよ。そんなふんわりじゃないで。ああかっこいいなこれ。男子でもなかなかできないですよねアマチュアの方ね。うん、なるほどね。女子やっぱ経験うまい。ありがとうございます。前から入れたくなっちゃう。そうなんですね。アプローチより楽。確かにそう。アプローチより楽ですね。ありがとうございました。はい。